はこれだけの、たくさんのお客さん集まっていただいてありがとうございます。まあまあ、私たちね JJP もそうなんですけど、まあ最初に出ていただいたオーハニートリオが呼んでいただいたお客さんとか大変たくさんおられまして、でオーハニートリオでも特に最初リーダーですから、西さんにお声掛けして、まあ私たちの趣旨が、まあ、賛同していただけて、まあ、こんなことになって本当にありがとうございます。で、西さんに、感謝を込めて一曲認識でした。ありがとうございます。ありがとう西さん、おめでとうございます。まあ、ツイッターによると永井健二さんも今日誕生日みたいで48歳とか言って、良い子悪い子普通の子、まあ、あれは僕が小4ぐらいでしたかね、でしたけど、まあ、その曲はしませんが、ただそのまさにその小4ぐらいの時にですね、グラウンドを走ってましたら早朝マラソンの時にかかってた曲があります。聴いてください。宇宙刑事ギャバン。男なんだろう、グズグズするなよ、それのエンジンに気をつけろ、
ギャバオンね、やっぱり一番燃えましたね、世代的にね。マスラ君もね、そういう年代だと思いますんでね。振り向くな、振り向かないことさって言うんですけどね。愛ってなんだ、で愛ってなんだって。カメラあれよ、いくらの理由です。まあ、ギャバオンやりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ギャバギャバンって言って帰った男がいましたね、はい。ではですね、またちょっと、苦手なイングリッシュコーナーに行きますが、ビートルズが好きだっていうのは、さっきからやってる曲で、お分かりいただける部分があると思う。これちょっとジョン・レノンがソロになってからの曲ですが、ジェラス・ガイという曲です。僕はお察しつくと思うんです。非常にやきもち焼きでして、寂しがりでして、今日みたいにね、こんだけいたてくださったら、なんとかいても怒られますが、どうしようという、もう一人とかだったらさ、いや、本当そうなんですよ。いや、でもね、みんなだってね、隠していただける、別に僕と同じような性格の人は半分ぐらいいてると思うんですよ、思うんですよ、そんなにね、人は強くないと。そうなんですよ。ギャバンとかだって強がって歌ってるだけなんですよ。そうですね。ジェラスガイナス。この天才ジョン・レノンですらそうなわけですから。私もジェラスガイということで。ジェラス、要はこれも多分、小野洋子さんにね、振り向いてもらいたいというか、相手してくれたとかいいんですけど、ほっとかれてるときはジェラスガイナス。きっと彼も、そういう解釈で歌っております。ジェラスガイ。